はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、とつてニビアンちゃん、1個前の動画で戦役どんなパフォーマンスするか一緒に見てきましたが、はい、今回はボス戦ということで、まあ同じくボス戦でも今までコキビがやっていた暴走の立ち位置をニビアンちゃんが奪う形となり、まあさらにスキル2で罪悪束縛をばらまけるっていうところが、まあ特にコキビよりボス戦では大きく進化した部分、あと地味にスキル1で主力に対して生後ミムもつけることができるので、その2つの合わせ技でどんな風に立ち回っていくのか、はい、まあ今回はコキビとの比較というよりは、まあ単純に扱い方ですね、について足早に見ていきましょう。はい、並びとしては今回こんな感じでデッキ組みました。はい、小をこの位置で、であと弱い子2体並んで敵の全体攻撃で落ちてもらったところに暴走キャラクターのニビアンちゃんが出てきて、でチョコムちゃんがここに出てきて、はい、これで蓄力暴走祝福を劉備に重ね掛けすることができ、その劉備がコブを今回元美化金編では核挙兵ですねが主力になっているので核挙兵にプレゼントして、であと応援でここも源の広政ちゃんじゃなくて、まあ、カシウスとワンランク下のキャラクターになりますが出てきて、でこの後ですね検定を出していきたいんですが、まあ、ちょっと後で映像でもお見せしますが。今回この検定出す位置がスキル2で小王が封破、ニビアンちゃんが束縛で、チョコメちゃんが破壊と、みんなスキル2の役割があるので、スキル2役割がないのがリュウビちゃんぐらいなんで、このリュウビちゃんが落ちてくれないと検定出る場所がどこにもないんですね。はい、ちょっとその上で見ていきますか。はい、ちなみに核挙兵ちゃんに関してはボス2ターンキルのランキングで言うと、ボス2ターンキルの突破の方法で、まあ、メインのボスに対するダメージパーセント出せるランキングで言うとナンバーワンの大足から下に降りていって第20位というような位置づけですね。1万パーを超えてるのでまずまずの火力が出せるキャラクターになっており、でしかも核挙兵の場合は最大攻撃力ベース防御無視攻撃ができるということで、攻撃力アップ系のバフが乗った場合、この攻撃力ベース防御無視攻撃も威力として大きく乗っかってくるということで、ダメパランキングは20位ですが、正直実際にはもっと上でしょうね。はい、まあ、かなりボス戦も得意なキャラクターのうちの一人と思ってもらって OK だと思います。はい、そんな核挙兵ちゃんのステータスはこんな感じ。はい、ちょっとこの後お届けするボス戦映像と少しだけ装備の内容変わっちゃってますが、まあ、ほぼ同じ内容で再現するとこんな感じ。はい、細かいステータスはこんな感じになります。でもう一人リュウビちゃんの最大攻撃力は490万で、はい、精鋭の兜と精鋭の鎧をリュウビちゃんにつけてる状態。はい、バリアの規模としては物理バリアが640万、砲術バリアが213万と、はい、ような形で、まあ特に191ステージ以降はボスの上から2番目の相手が全体攻撃してくるんですが、その全体攻撃が砲術攻撃のくせになぜか壊しに来るバリアは物理バリアとあべこべになってるので、この物理バリアの640万の耐久と、あとは砲術防御力、はい、リュウビの場合は 81% ですが、まあ、この2つが耐えるためには重要になってきますね。はい、でその他小王が800万で細かいステータスこんな感じ。 MP 値が47万5000となっており、自分自身には MP×40 倍なんで1800万ぐらいの疑似 HP を影光で作れて、味方には MP×12 倍なんで540万ぐらいの規模の影光を作ることができると。で応援で出てくるニビアンに関しては、まあ、一応書と指輪190まで強化はしてますが、まあ、物としてはそこまでいいものではなく、まあ、耐久の鎧なんかもあり合わせのものになっており、まあ、細かいステータスこんな感じですが、 MP164000 と、まあ、かなりちっちゃいですね。はい、で超コメちゃんは覚醒プラス2にしてるぐらいで無育成で、カッシュス200万の検定66万で、あと後ろダッキとか、まあ、当該とかいますが、まあここら辺はそこまで当てにしてませんね。はい、で今回核挙兵主力にしてますが、核挙兵の宝石に関しては、あ、これ違いますね。これ確か本番は最大攻撃じゃなくて命中でしたね。はい、こんな感じの敏将会心命中物理防御貫通の4セットで宝石は組んでました。敏将の部分最大攻撃でも良かったかもしれませんね。まあどちらかというと重要なのは、まあ、いかにクリティカルを出していくかっていう部分と攻撃を当てるかっていう部分の方がボス戦においては重要になってくるので、はい、核挙兵の武器側は全部、はい、服装備に関しても同じような装備セット、指輪に関しても同様にというように、はい、これもあれですね、ここが命中の宝石だったかと思います。実際には、はい、核挙兵命中パッシブないんで、それでも 70% いかないぐらいなんですよね。そう、ちょうどこのぐらいでした。 69.6% と、劉備の方はもう気にするべきことは伝説神器レベル ×40 の武器を装備させて攻撃力 60% 増加、それと筋力と最大攻撃力の宝石は一番いいやつを劉備につけてあげるっていうとこだけ武器側は意識しておけば OK ですね。はい、じゃあこのデッキでどんな風に実際突破していったか見ていきますか。はい、まず敵のボスの大狩り術で弱い子3体、はい、こんな感じで落ちてもらって、はい、その中には核挙兵も含まれているという感じで、まあ、今ショウちゃん、ダッキー、核挙兵と弱い子2体プラス核挙兵が落ちましたが、まあ、核挙兵復活で戻ってくるタイミングで雷帝状態になることができて、まあ、これでクリ率 50% アップするんですね。なんで検定が出てこなくても超高名ちゃんの祝福だけで、まあ、100% のクリ率作ることができるってことで、まあ、今回はあえてショウちゃん援護挑発化してボスの大狩り術のうち一発受け止めるっていう形にしました。まあ、本当は奮起で劉備と核挙兵に火力アップしてもいいんですが、まあ、結局核挙兵が復活で戻ってくる際に奮起つけても剥がれて劉備だ
だけ奮起っていうような形で劉備の攻撃力だけ高くなって、その後もし検定が出てこれたとしても劉備の方に七星が行ってしまうので、まあ一応検定の七星も各挙兵に欲しかったんで、そうならないように奮起はやめて、ボスの大狩術のうち一発が必ず師匠ちゃんに行くようにすれば、それだけボススキップ回数も少なくて済むかなというところもあって、今回は援護挑発にしましたが、まあ奮起で普通に劉備に火力アップさせて強い鼓舞もらってもよかったかもしれませんね。はい、でその後章で蓄力つけていって、はい、この後ダッキが落ちた場所にニビアンが出てきて、これで暴走が、はい、今劉備と各挙兵につきました。はい、で超コメちゃんの祝福、はい、から劉備の鼓舞の重ね掛けを各挙兵につけていってスキル1、はい、ボスに対して攻撃してきますが、まあスキル1はあんまり強くないですね。で撃砕をばらまいていって、はい、ショーのスキル2罪悪風波ばらまいていき、はい、ニビアンがここでスキル2で罪悪束縛、はい、ばらまくことができて、まあ今回これが大きいですね。コキビとの違い、これで受けるダメージが 25% アップしてると。はい、でさらにチョコメちゃんが箱をばらまいていって、はい、ボスにもしっかり箱をつきましたね。はい、この状態を作っていって劉備で範囲攻撃していって、はい、結局検定出てくることができませんでしたが、まあここ劉備がうまいこと落ちてくれればそこに検定が出てこれたんですが、まあその火力アップなしで、はい、各挙兵のスキル2、はい、ミスりながらも16億ぐらいのダメージで、はい、敵倒していって、はい、10回攻撃くらいできるんで、はい、ミスりながらボス HP 半分以下に持っていって、はい、2ターンキルできませんでした。でここで検定出てきてと、はい、いう感じで、まあ今回の事例だと2ターンキルうまくいきませんでしたが、まあニビアンの罪悪束縛のおかげで、まあ、火力はね小機微の時より絶対に上がってるんで、はい、まあ、そのおかげでボスに痛手を負わせて、あと弱い子なんかは相当していって、はい、今回2巡目でも束縛つけれて、はい、まあ、ガラハットなんかで罪悪撃砕なんかも一応つけておいて、各挙兵のスキル2で、はい、これもまた9億とか8億ぐらいのダメージで、まあ、2巡目で落とすっていうような突破の仕方ですね。はい、っていうのを小王ニビアン超高名が生存していることで実現させることができました。はい、これ実はちょっと映像撮ってませんが、192ステージの突破の時も全く同じような突破の仕方をしたってことで、まあ、小王ニビアン超高名を生存させておいて2巡目のスキル2で落とすっていうようなボス2ターンキルならぬボス6ターンキルっていうような突破の仕方が今回元美化金編で実際にやってみた結果2回中2回見られました。まあ、ちょっと今回視力が核挙兵っていうこともあって、まあ、ちょっと前の大鬼神みたいなボス2ターンキルめちゃくちゃ強いキャラクターと比べたら見劣りするかもしれませんが、まあ、現実的な話、大鬼神以外にメインの主力使ってるプレイヤーたくさんいると思うので、まあ、実際にはこんな感じでかなり泥臭い試合になることも多いですよと。でその際にニビアンが2巡目まで生き残っていればコキビと違って暴走だけじゃなくて罪悪束縛もつけることができるというところですね。2巡目の火力にしっかり貢献してくれました。まあ、ただやっぱり課題としてはニビアンがスキルにも動く必要があるので、まあ、コキビの時と違って暴走打ち終わったらもうすぐ落ちてもらって、まあ、そこに検定が出てくればいいみたいな立ち位置じゃなくなっちゃってるんですよね。はい、もうこのやり方だと本当に劉備しか落ちる場所がなく、まあ、今回は各挙兵が復活後来帝状態になってクリ率 50% アップがあったので超コメちゃんだけで十分でしたが、他のクリ率補助がないような副将をメインにしてる場合には検定も使いたいとこなんですよね。まあ、できれば二次検定で 60% クリ率アップすれば50と60で110作れるんで、まあ、超コメちゃんここの検定ここみたいな形がかなり安定した2ターンキルになるんですが、劉備が落ちてここに検定が出てくるっていう選択肢しかないってとこですね。まあ、なんで最大火力作ろうと思ったらかなりスキップ回数が要求される形になりますが、まあまあニビアン別にここに出てきてその後敵の攻撃で2ターン目まで落ちて、まあ、代わりに虹の検定が出てくるでも全然いいと思うので、まあ、ここに出てくる選択肢とここに出てくる選択肢で出てこれなかった場合にはニビアンのスキル2の罪悪束縛が保険でありますよっていうような位置づけで考えてもいいかもしれませんね。まあ、それならまあ昔よくあったコキビが落ちなくて検定が出てこれなかったっていうようなボス2ターンキルの布陣に比べて、この暴走ポジションのキャラクターが落ちなかった場合にも罪悪束縛がつけられますよと、はい、ような火力アップのオプションがついたような位置づけで考えてもらえればいいかなと思います。まあ、ただ、まあ、特に大谷氏とか主力にしている場合には、まあ、罪悪束縛なんかよりいかにクリティカル連撃を出すかの方が大事になってくるので、やっぱりメインは検定の UR アバター戦か UR を絡ませてスキルに向かいたいので、まあ、正直ボス4名体制の2ターンキルに関しては今回のニビアンそこまでめちゃくちゃ大きなウェイトを占めるキャラクターじゃないかなと、まあ、それこそコキビ持ってる方はコキビでいいかなと私は思います。入れ替えで検定どうせ出したいのでここかここに、はい、っていうのが私の結論ですね。はい、あと今回まあコチャとかコメントなんかで何件かいただいたんですが、196ステージ以降のボス戦の攻略も見せてほしいと、はい、ようなご意見いただいてるんですが、まあ、正直196ステージ以降に関しては10課金以上のプレイヤーさん向けのボーナスステージみたいな側面が強いので、私の持ってるサーバーの中で、ね、ハイ課金以外のサーバーだとちょっと196ステージまあ現実的なリアルな育成具合のやつで突破できる映像をお届けできないので、もうちょっと今回本当に無理やりですが、まあ、ご要望に
お答えするためにハイカキン編で作ってきました。はい、なるべく現実的な新生ニビアンちゃん夫人としてはこんな感じの並び、まあ将がいてニビアンがいてチョコメとバッファープラススキル2でデバフをばらまけるキャラクターたちで揃えておいて、弱い子1体出しといて、まあここにヒロマサちゃん出して罪悪撃退つけていくっていう流れですが、まあここ順番こうの方が良かったかもしれませんね。まあどっちでも OK だと思います。で親氏が出てきて、まあ親氏スキル1はあんまり当てにしてませんが、スキル2がダメージパーセントをトップクラスに強いキャラクターで、攻撃回数も12回と、まあ、カノエトクちゃんの罪悪箱なんかのダメージを受けるたびに受けるダメージが 5% ずつ増えていくタイプのデバフとの相性のいい攻撃回数が多いキャラクター、はい、それを利用してエイトクちゃんがここに出てきて敵のボスに対して10時っていう、これまたボスにめちゃくちゃ効くデバフと罪悪箱をつけていくと。であと保険で、まあ、どこか欠損が出た場合にはかぐや姫が生後奮起つけていって、まあ、かぐや姫までがこの196ステージ以降のボス戦の前半戦を担うキャラクターたちですね。で196ステージ以降のボスは1回復活して戻ってきた後からが大変なんで、はい、その後の戦術として今私が注目しているのはこの太刺寺の UR ですね。このキャラクター使うのが廃課金に行かなくても、まあ、割と現実的なプレイングなのかなと。まあ、太刺寺の UR VIP 級じゃないと取れないんで、その時点で現実的じゃないって言われたらそれまでなんですが、まあ、ある程度課金できる方になっちゃいますが、太刺寺の UR 持ってると、まあ、ボス突破196ステージ以降はめちゃくちゃ楽ですね。まあ、太刺寺 UR にするとスキル2で3回攻撃していくんですが、その一発一発がボスの HP 上限の 2% のダメージをぶつけることができると。はい、これ現在の HP じゃなくて HP 上限から見て 2% なんで、まあ、ボスの HP が例えば200万とかあれば、その 2% なんで4億のダメージを3発ぶつけることができて、12億のダメージっていうのを全く育成しなくても叩き出すことができると。でボス復活後の HP っていうのが 20% になるので、この 2% の3回ダメージでも 6% にも及ぶダメージになるんで、まあ、このスキル2を3回も迎えることができて全段ヒットさせれば耐震時だけでも落とせると。はい、っていうぐらいめちゃくちゃボスに対して特攻の攻撃パターンを持ってるキャラクターになるので、まあ、昔ボス一体体制の時なんかは結構攻略方法として挙げられていましたが、まあ、最近めっきり活躍場所なくなってましたが、まあ、このボス196ステージ以降の実装だったり、まあ、あと次回反響なんかでも耐震時 UR 持ってるか持ってないかがめちゃくちゃ今突破の難易度下げるための重要な立ち位置になってますね。はい、その耐震時をサポートするために講習班でボスの生後援護を先回りして剥がしに行くと。はい、もう耐震時のための講習班ですねこれは。まあ、ただその生後バフ剥がしに関しては今昭和のスキル2でも剥がせるし、今回のニビアンちゃんのスキル2でも剥がせるんで、昔に比べてかなり生後バフ剥がしはやりやすくなりましたね。講習班そこまでいらなかったかもしれません、もしかしたら。はい、であと最後に俵トータちゃん入れてますが、まあこれはもう致死ダメージ無視5回もできるんで、なるべく場に長く生き残ってもらってボスの攻撃の標的になってもらえれば、その間耐震時が長く生き残れるというような意味合いがありますね。まあカノエトクちゃんなんかも復活1回できるんで、意外とそこもありがたかったりしますね。はい、ということで、まあだいたい今196ステージ以降のボス突破夫人としては今回ニビアンちゃんが入ってだいたいこんな形に近づいてくるんじゃないかなと私は思います。まああとあるとしたらカエサルなんかをこういうとこにこういう風に入れる、スキルにめちゃ強アタッカー2体で組んで突破していくってやり方ですが、まあなかなか今カエサル登用しようってモチベーションのプレイヤーさんそんなに多くないと思うので、はい、そこら辺の現実味も含めて今回カエサルなしの夫人にしました。まあタワラトータの部分は昔使ってた、例えば関心昔使ってた人は関心とかでも復活1回やってくれるしって感じで、まあタフなキャラクターを入れてあげたり、まああとちょっと難しいですがここにパーシバル出して耐震時をパーシバルの夢中で隠すみたいな戦術ももしかしたらいけるかもしれませんね。まあ大火流術が範囲攻撃なんで夢中に隠しても大火流術の餌食にはなってしまうので、まあ完璧な夢中隠しはできないし、まああと耐震時の真横に応援で出すのが結構難しかったりするんで、私はそこまで推奨してませんが、まあ今後角度の高いコンボができる可能性もあるので、まあ、前衛のこういうところに置いてこの主将枠に耐震時出すみたいな狙いすました夢中隠しなんかもやり方としては出てくるかもしれませんね。また何か情報が入ったら映像にしてお届けしたいと思いますが、まあ、今回は単純にタフなキャラクターを入れておくというような感じでお茶を入稿しました。はい、で各副将ちゃんの戦力ですが、ちょっとこれ廃課金編の奥義めちゃくちゃ解放しまくっちゃってるサーバーになるので、無理やりもう火力だとか耐久下げる形で作りましたが、それでもまあ戦力2400万とで HP4800 万の将を、まあ、なるべく影光なんかも強くなりすぎないように調整しましたが、一応40万ぐらい、はい、これぐらいなら廃課金にならなくても作れるぐらいの MP、はい、ニビアンに関してももうなるべく装備終わらせて戦力1400万で MP44 万と、まあちょっとね2体 MP ここまで作るのがそもそも美課金向けじゃないので、やっぱり196ステージ以降のステージっていうのは、まあ、ある程度課金できるプレイヤーさん向けのボーナスステージなのかなっていうような印象が未だにありますが、なるべく、まあ、火力なんかも作らず、まあ、あくまで影光に隠れながら暴走と束縛とミムをばらまいていくっていうような位置づけで、チョコメちゃんもなるべく強くならないように武器外して、まあ、攻撃力260万ぐらいに抑えて、はい、耐久なんかもバリアつけちゃうと硬くなりすぎちゃうんで、ボスの踏ん抜かした後の大火術食らったら落ちるぐらいの硬さにしました。で弱い子が出てきて、はい、親氏に関しても火力半分以下に抑えて、まあ、640万ぐらい、まあ、これも美課金だとちょっと到達時間
間かかりますが、ある程度課金できる方であれば600万の攻撃力のお社作れると思うので、まあ、今回196ステージ突破するのに1時間ぐらいスキップしてましたが、まあ、楽勝で196ステージ突破できる攻撃力ではなくて、ある程度頑張らないと突破できない攻撃力を作ってきて、指輪の伝説神器だったり靴下だとかも外して、物理会心ダメージなんかもあんまり奥義を解放してない人と同じぐらいのものに下げましたと。貫通の石だとかパンツなんかも剥がして、まあ、貫通値に関してもそこまでめちゃくちゃ貫通高いみたいな設定にはしませんでした。で、広政に関しても攻撃力149万と、はい、あんまり火力面で参加しないように下げておいて、狩野英徳ちゃんも同様に攻撃力下げて、はい、その他かぐや姫だったり甲州藩、まあ、太子寺と続いていって、はい、俵トータに関しても武器剥がして、まあ、400万ぐらい純主力ぐらいの位置づけで一応終盤のタンクとして出す方針としました。はい、俵トータの細かいステータスはこんな感じですね。ある程度課金できる方であれば到達できる育成具合だと思います。はい、これでボス戦鬼のように繰り返した結果、やっと抜けることができて、はい、抜いた映像がこちらですね。はい、ボスの大狩り術章を一発耐えて、まあ、この耐える時点で無備課金だと厳しいかなと思いますが、ある程度育成していれば、まあ、バリアとかもつけてなんとかしのげるかなと。で、暴走つけて祝福つけて撃砕ばらまいていって、はい、親父のスキル1、まあ、これはあんまり当てにしてませんが、はい、600万ぐらいの攻撃力でクリ率なんかも奥義あんまり解放してないぐらいのものにしておいて、このぐらいのダメージで、カノエトクちゃんの罪悪十字と箱をしっかり一番上のボスにつけて、で、親父のスキル2が一番上の最大攻撃力が高いボスに飛んでいくので、はい、それまでに罪悪風波だとか罪悪束縛なんかもつけておいて、はい、親父のスキル2、はい、クリティカルがめちゃくちゃ出ちゃってますね。はい、これレベル差が今回5しか差がないので、はい、ものすごくクリティカルが出ちゃってるのと、攻撃が当たりまくっちゃってますね。ここら辺なんかもう、廃課金サーバーでの再現になるので、まあ、現実はもっとクリティカル出づらいし、もっとミスも出るしってことで、はい、こんなにうまくいかないってところは、念を押して何回も言っておきます。まあ、ただ、何百回何千回とスキップしていけば、こんな感じでクリティカルが出て、なおかつ攻撃が当たる回なんかもあると思うので、まあ、ボス戦っていうのは、いかに根性でスキップできるかっていうところも重要なゲームになってきて、まあ、今回廃課金編では、まあ、それを短縮するような形で収録させていただいたと思ってもらえればいいかなと。はい、ことで、まあ、攻撃当たりまくって、はい、600万の攻撃力でだいたいスキル2、1巡目でボス1回復活まで持ってって、戦意狂乱、戦順更新状態の白バフ4点発現させました。はい、という感じで1巡目終わって、はい、一応まだ章の影光なんかが残ってますが、まあ、もうだいぶきついですね。はい、この後ボスの大狩り術が4ターン目に飛んできて、この大狩り術をうまく、はい、耐えなきゃいけないんですが、まあ、ヒロマスちゃん落ちてカノエトクが復活から、大谷氏も一回致死ダメージ受けてサイレーで戻ってくるという感じで、まあ、なるべくニビアンとか超孔明みたいな大狩り術食らったらやばいキャラクターにはいかないことを願うというところが一つ重要になってきますね。はい、で、全体攻撃、これもなんとか耐えれなきゃいけないんで、育成リソースが足りないとやっぱりきついですね。で、かぐやが出てきて、はい、撃砕の代わりに奮起で対応していきますが、はい、カノエトクがここで落ちましたね。これももうボス1回復活してるので、まあ、撃砕や罪悪十字箱なんかはもうボスにつけれないので、このタイミングで落ちるのがベストですね。はい、で、ニビアンがまた暴走、小王と親父につけていって、で、ちょっと説明抜けてましたが、小王にも暴走がついてるのが一つミソになっており、はい、小王スキル2の罪悪風波つけるためにはボスに知力値で勝っていないといけないの で196ステージのボスが知力値35万ぐらいあるので、それに勝つために整合暴走をつけてあげて知力値を 50% アップしてあげてるっていうところが実はちょっとしたミソでした。まあ、ただもう復活後は狂乱状態になってるんで罪悪風波はつかないので、まあ、復活までのちょっとした補助っていうような位置づけですね。まあ、ニビアンが入ったことで整合暴走を小王と知力の大谷氏につけるっていうような運用ができるようになったと、はい、いうとこも地味ですが大きいとこですね。はい、ということで、はい、2巡目の大谷氏のスキル1、まあ、弱い子なんかを地味に削っていって、はい、ここで甲子班出てきてボスの生後援護を剥がしましたが、まあ、ここもう太子寺で良かったですね。やっぱり今もう小王とニビアンがいるんで、甲子班出てこなくても生後バフ剥がすことができるんで、もうここ太子寺出すのがベストでしたね。そしたら剥がれた後スキル2の先ほどの 2% ダメージ連撃で出せたんで、もっと簡単に突破できたかなっていうところで、ショウが、はい、ここで範囲攻撃やっていって、まあ、もし生後援護が残っていればここで剥がすし、まあ、ショウが落ちてたとしてもニビアンが生後援護剥がしできるので、まあ、二重で剥がしキャラクターがいるってことで、まあ、攻守班必要ないかなと。で、あとバフがもう親父にかなり溜まっているので、はい、スキルにこちらもクリティカル出まくっちゃってますが、攻撃も当たりまくってますが、はい、これでもうボス残り数パーセント 10% 切ってますかね、 HP は。はい、もうあと太子寺が少し殴れば落ちるっていうぐらいで、ここでニビアン落ちちゃって、はい、太子寺が出てきてというとこで、まあ攻守班の位置に対し指示出てればもう終わってたかもしれませんね。はい、で、一応純主力のタワラトータ出てきますが、まあバフもかかってないのでそこまで大した攻撃はできず、はい、やっぱり対指示のスキル2ですね。はい、この後、はい、1億6000万とボスにダメージを出してボスを落としていくというの突破に成功しました。まあ、ただこれよく見てもらうと
まだ小王と長公明と大野心残ってるんで、まあうまく自順まで生存できれば、全然太子寺に頼らなくても大野心のスキル2でもボス倒せたかなっていうところで、はい、まあ太子寺もいるとめちゃくちゃ楽ですが、いなきゃいないでなんとかスキップ繰り返していけば突破できる可能性はあるので、はい、結局太子寺ここで落ちてしまって、はい、その後は周りの敵はまだまだデバフ効くので、まあ、小王の風波とか破光とかつけていって、はい、結局大野心で落としていくという形で勝利となりました。はい、10ターンで倒せましたね。はい、とつてまあ廃課金サーバーのやつを無理やり火力とか抑えて作ったものになるので、正直現実的じゃないし再現性は保証できませんが、まあ、ニビアンが実装されて196ステージ以降のボス戦はおそらくこんな感じの展開に今後なってくんじゃないかなっていうようなイメージ映像として一応載せておきます。はい、とつていかがだったでしょうか。まあニビアン入って196ステージ以降のボス戦も火力かなり作りやすくなったかなという反面、やっぱり耐久しっかり作り込まないと速攻で落ちてしまうので、まだまだ無備課金プレイヤーさんには196ステージ以降は厳しい環境かなっていうことで、まあ、次回反響だとかに頑張って参加して神髄成果だったり MR 結晶を集めて、バリアここら辺のキャラクターにも作れるようになってくれば196ステージ以降希望見えてくるかもしれないし、まあ今神髄工房もこの前のアップデから無料で神髄成果毎週集められるようになったので、まあ、そこら辺なんかも地道に活用しながら、まあ、しっかりバリア作っていくってとこですね。まあ、それさえできてここら辺のキャラクター長期生存できるようになれば、あとはちゃんとしたスキル2の火力が高いアタッカーですねっていうのを採用して殴っていくことで、196ステージとかであれば将来的には無備課金のプレイヤーさんでも突破できるような環境になってくる可能性はあるかなと。はい、まあだいぶ MR キャラクターのオンパレードなんで、あと集めるのが大変ですけどね。まあ間違いなくだいぶ時間はかかると思うので、まあやっぱりまずは195ステージまでのことを集中して考えた方がいいかなと私は思いますね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの動画の方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。